Hello everyone, this is Karen's channel. ピアスの動画から3ヶ月、2ヶ月ぐらい経ちましたが、ようやくピアスエクスチェンジできる時間になりました。できる時期になりました。イェーイ。本当は2週間前にできたんですけど、いろいろちょっと問題があって、ファーストピアスからエクスチェンジするまでの体験談についてもっと詳しく今回お話していこうと思います。まず開けた時は珍しく炎症が全くなくて、ちょっとズキズキするかなって感じだったんですけど、1時間ぐらいでだいぶ収まったし、寝返り打つのだけはあんまり気持ちよくなかったけど、でもそれも3日ぐらいで普通にこうゴロゴロできるようになりました。すごく私はこの消毒液で消毒していて、炎症を治める効果もあるデーマトロジストから出されている消毒液でたっぷり入っているんですが、まだまだ残ってます。これをシュ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 1日3、4回してて、シャワー浴びてる時も寝てる時もジム行ってる時も基本ずっとつけっぱなしでした。で、2週間前の話なんですけど、ちょうどつけ始めて8週間経ったあたりですね、急にポタポタなんか液体が左耳から出てきて、なんだろうと思ったら血でした。血っていうか薄まった血、膿んでるのかなって思ったんだけど、そんなにボヨボヨぐじゅぐじゅじゃなくて、ただなんか漏れてくるみたいな壊れかけのエアコン状態だったんですけど、耳の裏って見るのが難しくて、携帯のライトとか鏡2枚使って自分で診察してみたんですけど、ちょっとした傷がありました。耳の裏の話なんですけど、ピアスのこの金具が耳たぶの裏にぶつかってきて、そこでなんか擦れ合ってできた傷みたいなのがあって、そこから液体が出てました。かゆい、痛いっていうのもあったんですけど、すぐにかさぶたになって今は全然大丈夫です。なんで最後の最後にそうなったのかなっていろいろ考えてみたんですけど、多分化学反応とかそういう問題ではなくて、左側を枕の方にわーってやって寝ることが多いので、押し続けていて物理的に起きた傷だと思います。だからピアス自体は全然問題なかったし、ピアスがあるってことを忘れちゃうぐらい全く感じなかったんですけど、そのショッキングな出来事一つでした。というわけで、今日は初めて撮ったりいろいろやってみたいんですけど、新しく買ったピアスはこの動画の最後の方に別の日撮ると思うので後で付け足します。でもずっとつけてないとダメだから、穴が塞がっちゃうから、何かずっとつけとく用とお出かけ用のちょっと華やかなものだったりアーティスティックなものが欲しいなと思ってて でもピアスってこういう国だとたくさん安くて可愛いものが売ってるから、無駄にたくさん買っちゃいそうな気がして、お金の無駄遣いはしたくないから慎重に選びたいなと思って、まだないっていう話です これから初めて取り外すということで少し緊張しております。友達曰く一番最初に取り外しする時が一番痛いので、余裕がある時にやっとこうと思って今日は練習しようと思います。あー怖い、あー開けたんだからもう。ピアスのヘッドをつまむ、キャッチを回る、やっぱり回して抜くってことね。緊張する、ちょっと汗でぬるぬるする。はい、おせえ。あ、少しね、じんわり痛いかも。行ったり来たりと回しながら、どの方向が正解とかないのね。あれないな。右耳やったんですけど、キャッチ2つに、汚い、爪楊枝を刺したら取れました。おー、グロース、バイエーイ。取れた、開いてる、穴開いてる。嬉しい、消毒しとこう。爪楊枝でやるのが一番やりやすい。私さっきね、カメラ止めたんですよ。20分ぐらい本気でうわーって撮ろうとしてたからカメラ止めてたんですけど、爪楊枝でキャッチに刺してプスってやるのが一番効率的でした。左できるかな、左が炎症を起こした方だから。あ、いた、取れた。いでででで、あ、ちゃうちゃうちゃう。ここからもう一個つけるのか。針こうなってるんだね。このまんまもうこれずっと使えるのかと思ったけど、オリジナルのは使えないみたい。すっきりしたー。 あんまり時間置いとかないでって言われたので、早速ピンクのハートのです。別にもう痛くないです。取った瞬間は痛かったけど、まだね、穴の感覚がどこにあるか。わー、穴がある。痛い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 。おーおーおー、これか、友達言ってたの、最初のは痛いよって。あー、入った。
あ、右はスムーズに入った。はい、入りました。ピアスまだキャッチつけてないけど、クリスマスのはちょっと重いからずっとはつけないんですけど、一瞬だけつけてみたいです。入んない、穴に。だから人にやってもらうのが一番いいと思う。人にやってもらったらうって我慢できるけど、自分だとああってなるから、ビビリあるある。クリスマスのは太いのでやめときます。なんかね、我慢しても通らないってことが分かった。ちなみに全部消毒済みなので安心してください。そのピアス入れるたびになんか叫びそうになるから、毎朝支度するときうるさくなる私。完全に理想通りではなかったけど、なんとか付け替えることできました。一応18金だっけ、大丈夫な素材なので荒れないと思います。折れた爪楊枝とか血だらけのティッシュが机の上に残ってるんですけども、まあなんとか一人でできてよかったです。太い針のって付けられる日が来るのか、もうあれはもう一回穴を太くやらないとつけることはできないのか、どうなんだろう。となると買い物するたび針の細さをチェックしないといけないっていうことになるんでしょうか。急にガラッと変わりましたが、今までが3週間ほど前の映像です。あの時は本当に苦戦してて、クリスマスピアスもつけられなかったんですけど、今は全然取り外しできますし、他のもいろいろ買ってみたので、そちらの映像もまとめてどうぞご覧ください。新しいピアス買えました。こういう感じで、なんだろう、縄みたいな、意外と主張が強いかも。これはウィズマオーチャードの地下にある綺麗なイヤリング専門店、アクセサリー専門店があるんですけど、そこで一回買ってみたくて念願のお買い物をすることができました。そこのお店は大ぶりなイヤリングとか、日本にはないような華奢とはほど遠いインパクトのあるイヤリングとかネックレスを売ってるんですけども、その中でも割と控えめな方だと思います。これが新しいイヤリングです。その動画撮った時は買えるのが初めてで痛い痛いで叫んでたんですけど、今朝は全然大丈夫でした。もう大げさすぎて編集するの嫌になっちゃう。これがもう一つのピアスで、お世話屋で買いました。わ、すっごい血色感がない。高島屋にある日本のアクセサリーショップ、イヤリングを見つかりました。お世話屋でもう2つ買ったって言ってたんですけど、まず1つ目がこのブルーが綺麗なニッケルフリー18金の華奢な感じのピアスです。こんな感じです。結構シンプルで少し揺らぐものなんですけど、軽いので全然感じないし、18金だからずっとつけられる。これ一番軽いものかもしれない。つけてるのを忘れちゃいそうなぐらい。で、次のがちょっと大きめで、パールとお花とクリスタルみたいなのがついてます。パールのもの1個欲しいなと思ったんだけど、もうパールだけだとちょっとつまんないかなと思って。こちらがもう一つです。後ろのキャッチつけるのはめんどくさいので、ちょっと違和感あるかもしれない。そんなにド派手なピアスではないけど、ピアスつけてるなっていう感じがあります。そしておまけで別撮りで撮ってた最初の方のピアスは、下がキャンディーみたいだなと思って、和菓子じゃないけどなんかあるよね、和の文化でこういう丸いのにいろいろ敷き詰められてるの、可愛らしくてお菓子みたいと思って買っちゃいました。軽そうだったし、あと一番最初につけてた金のピアスをアップにするとこういう感じで、シンガポールにあるツイスト状のお菓子に似てます。指輪にもありそうだよね。ツリーのもアップに見せてなかったけど、こんな感じのツリーです。結構大きい。最初この動画撮ってる時どうなるかと思ったんだけど、無事ピアスも取り替えることができるし、ケルフリーが金属アレルギーに優しい素材だと思うんですけど、多分私大丈夫だと思う。金属アレルギー、荒れなかったし腫れなかったし、最初の何かの傷つけたのかわからないけど、あれ以降特に問題はなく、それが一番知りたくて心配だったので、挑戦しながら様子見てて大丈夫そうだったので良かったです。以上で私のピアスダイアリーだったんですが、いやいや、ピアスなんてこんなちっこいの耳に入れるだけだから、そんなに問題起こるのと思ってたんだけど、まあ、腫れたりの血出たりの、じんじん痛くて寝返り打てないだの、こんなに大変なんだなって実感したので、これを何個も上げてる子を見るともうリスペクトしかないかもしれない。あとお世話屋は原宿にあるので、日本だと全然安く買えるし、できれば日本でいろいろ買いたかったんだけど、ここにも出店してるのでシンガポールでお世話屋のものを買いました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価をお願いします。ではまた、バイバイ。